インターネットレディオ Good Air .com 熊本、大分、佐賀、長崎、福岡、宮崎、鹿児島県、九州、トークバラエティ DJ 健太郎中村 1,2,3 さて、八代まで帰ってきて大黒屋の前なんですけど、こっから右に曲がったところ、個人的に俺は桜の穴場があるのではなかろうかと正直思っているんですが、大黒屋から今山側の方にねちょっと走っているんですけど、どっかあんじゃないかな、この辺も桜の木が。ほら、突き当たりにありました。ここ公園でしょ、多分ね、この公園が桜あるんじゃないかな、おそらく。そんな気がするんすよね。よいしょ、はい、公園の横っちょに来たんですけど、ありますね。あるんだけど結構ね、もう散ってきてるね。やばい、ちょ待って、公園の裏側やばい、めちゃめちゃ綺麗。あ、なるほど、はぁ、あ、はぁ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 、おぉ、めっちゃ綺麗。ここなら花見もし放題やな。公園の表側とか入り口ら辺はこんな葉桜になってるんですけど、この奥はもう満開です。下のところほら芝生みたいになってるし、座れるし、めっちゃ花見には最高のスポットですね。やばい、全部満開だ。うわ、ここは今だわ、ここは今っすよ。今8割ぐらい咲いてるんで、ずっと桜っすよ。やば。で、あそこのね、座れるところがちょっとあるんで、ここでゆっくりとかしながら、めっちゃいいとこ見つけた。え、やばい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 、ここ裏が国土交通省の八代河川国道事務所、八代市庁所なんですけど、見て、球磨川で伐採した樹木あります。月曜から金曜までこれくれるってルールはこちらになってるそうです。わっ、すげえ、これすごいね。ちょっともらいに行きたい。ちょっとどんな材木があるか、あ、見に行きたいんだけど、わからんね。ちょっとまた改めて調査しに行きます。お、カラオケ喫茶ユーダ、おー、この公園は暑かったね。ちょっとだいぶ揺れててごめんなさい。ちなみに公園のこっち側も桜はあるんですけど、ちょっとこの川沿い暑いんじゃない？おーおー、綺麗。これ川沿い暑いんじゃないかな。ちょっと川沿い走ってみますね。うおー、桜だ。いやー、ここいい。見て、この桜の数、ずっと咲いてる。ちょうどいい。もうほんとこれから、あと数日で満開みたいな。いや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 。白とピンクと両方咲いてるんで、多分時期も違うと思うんですよね。いや、あっちのピンクやばい。ちょっと。あっちのピンクめっちゃ綺麗。ちょっと待って、ちょっと待って。麦島、暑いね。麦島東です。麦島東町なんですが、これほんと天気良かったらめちゃくちゃ綺麗な桜。いや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 、これは来てよかった、来てよかったよ。いやー、八代市内まだ穴場いっぱいありそうです。今これ出てきたとこですけど、八代飯店のね、後ろ、ここの桜もね、すげえ綺麗。はい、完全に市内に帰ってきました。右側がスーパーホテルでできたやつです。
さあこの前川渡ってのどこ行きましょうかね。まだね、塾の休憩時間とかで、行ける限りは桜調査を続けていこうとは思っているので、まあ今日はこのぐらいでもいいのかな。このままスタジオ戻りながらどっかで桜を見かけたらちょっとね撮影するって感じにしたいと思います。この辺帰ってくるともうワンチャン休憩時間でどうにか来れるとこなんで、まあ、無理して今日撮らなくていいかなとは思うんですけど、もう一回お願いしておきますが、ぜひ皆さん熊本県八代市周辺で、まあこの春休みの間で言うと僕多分八代以外には動けないと思うんですけど、桜が見頃を迎えているぞここはというのがありましたら、ぜひ概要欄の LINE で教えてやってください。写真付きとか動画付きで送ってもらったらね、それもよかったら動画させてもらってやっていきたいと思います。本町には行かずに、編集とアップロードを繰り返していたらまさかの iPhone が熱暴走を起こして止まってしまいました。今ここ八代市なら分かる人は分かる場所にいますけど、ここにもいい感じに桜が咲いてます。ここの桜も綺麗なんですけど、見てこっち側にも咲いとる。カッパ九千本温度の石碑の後ろも、うわこれからやね、これからがっつりあと数日で咲き誇りそうです。ここもテーブルとかあるしね、なんかようわからんモニュメントもあるしね、ここでの花見もいいかもしれません。というわけで気力体力ともに限界とiPhone も限界ということなんで、今日はこれで終わりたいと思います。まあちょこちょこね桜調査の方はやって動画上げれたら上げていきたいと思いますんで、またよろしくお願いします。以上です。後席。いやーこの辺に住んどったもんやろ、かわいい、何そのモコモコ、かわいいな。 Thank you for your listening. Good Air Dokkan. Stay tuned. 九州をテーマに九州を盛り上げようと頑張ってお届けしていますインターネットラジオ Good Air では現在皆様からの情報を募集しています。観光情報、イベント情報などなど、九州にまつわるものなら何でも OK です。お店の紹介をしてくれとかそんなんでも全然 OK ですよ。原稿書いてくれるならガンガン CM とかもね流していきますので、ぜひぜひ情報をこちらまでお寄せください。お待ちしております。詳しいことはインターネットラジオグッドエアの YouTube の概要欄の方、こちらをご覧いただきまして、メッセージを送ってもらったりメールを送ってもらったりと、そういった方法でこちらまで情報をいただければなというふうに思っておりますから、どうぞよろしくお願いいたします。お相手は中村健太郎でした。また次回よろしく。バイバイバイ。